ねえ、キリト君。キリト君の顔、こうやって見るのは久しぶりな気がするな。そうか、毎日見ているような気がするけど。もう、そういうことじゃありません。冗談だって。確かにデスガン事件のこともあったからな。俺もこうやってアスナと話すのは久々な気がするよ。あのね、そのことなんだけど、もうあんな無茶はやめてね。試合見ててすごく怖かったんだから。ごめん、悪かった。もしかしたら死んじゃうんじゃないかっていう心配もあったんだけど、事件が落ち着いた後もね、キリト君がどこか遠くに行ってしまう気がしてすごく怖かった。アスナを残してどこかに行ったりなんかしないさ。本当かな。本当だ。何があっても私はずっとキリト君と一緒にいるからね。約束だよ。ああ、約束する。
キリトくん、キリトくん。悪い。どうした？今、新しく実装されたクエストのこと考えてたでしょう。なんで考えてることまでわかったんだ？わかります。キリトくんの考えてることなんて。こうして瞳の中を見てればすぐに分かっちゃうんだから。アスナさん、俺が悪かったです。ストップ。冗談だよ、全然怒ってないから。心臓に悪いぜ。まあでもぼーっとしててごめんな。いいの。私、考え事してる時のキリト君の顔を眺めてるのも好きだから。でもさすがに悪かったなって思うよ。せっかくこうして二人っきりなんだしさ。そう言われると、じゃあやっぱりお仕置きはお仕置きで考えようかな。というと？今から私のことだけ考えるように、なんてどうかな。わかった。じゃあ今からアスナのことだけ考えるよ。アスナは美人だな。もうキリト君ってば。
ねえキリト君。もう少しそっち行ってもいい？あ、まあいいけど。VR の世界でもこうしてるとすごく暖かくなるね。現実ほどの情報量はないのに不思議だな。確かに物足りなさはあるかもね。感触とか匂いとか、やっぱりリアルのキリト君からの方が感じられるもの。感触と匂い、改めて言われるとなんか恥ずかしいな。でもこうしてると情報量は少ないはずなのに、リアルと同じくらいいろいろなことが感じられる気がする。それはきっと私とキリト君がリアルでもこの世界でも同じ心で触れ合っているから。だから暖かくなるんだと思う、心が。ねえ、ギュッとしてくれる？俺もそうしたいと思ってた。嬉しい。すっごく温かい。幸せだな。ああ。